はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日は、あなたは誰の人生を変えたいですかっていうふうに質問があるんですけど、誰の人生を変えたいですか？自分です。あ、自分、いいですね。自分の人生が変わるとそれを人にシェアしたくなるし、自分がいろいろ経験をしていると人に影響を与えることができるので、周りの人生も変えることができるんですけれども、そのドテラをやる上でこのネームリストのランク付けっていうのが実は大事になってきます。プレジデンシャル、ダブルプレジデンシャルを達成したあのリーダーの方が、一人リーダーを大きく育てたとか、こうランクアップしたとかってやるたんびに実はまたネームリストを書くって言ってました。すごくない？うん、私は12年ドテラやっているんですけれども、なんか結構ある時にもう私知り合いに全部もう伝えちゃったし、もういないやって思ったことがあって、うん、でもその人の話聞いた時にマジですかと思って、私もそれを書き出しました。ネームリストって何ですか？あ、ネームリストって名前を書き出すっていうことなんですけれども、例えば自分の家族だったり、だから誰の人生を変えたいですかっていうドテラでシェアできる人になっていくんですけれども、うん、まずシェアをする前に名前を書き出していくっていうことになります。で、それが自分の家族だけじゃなくて、例えばママ友とかカテゴリーをやってもいいと思います。ママ友、職場の同僚、あるいは同級生、部活の仲間だったとか、他にカテゴリーあるかな、あるいはその、よく行くランドリー のおばちゃんとか、同じ区民の人とか、あとは、美容室の方とか、いろいろ名前はその人とのその、親密さ、なんて言うんですかね、親密さ、この人と深い関わりがあるかどうかじゃなくて、とにかく名前を書き出す、知人、知っている人の名前をとにかく書き出す、子供さん、お子さんの学校の先生とかでもいいと思うんですけど、とにかく書き出してみます。で、書き出した後に何をするかというと、こっち7つの星ってその資料に書いてあったんですけど、評価をします。で、評価の条件というか、これは私の例ですけど、こういうふうにあります。まず1番が女性であるか、あるいはで2番目がお金とか時間、目的が必要か、で3番目この方が30歳から55歳以内か。なぜかというと、20歳ぐらいとかこう若いとドテラを十分に買うことができないとかっていうこともあるし、なので多分こういうふうにくくってる部分もあると思います。 でもちろんそれ以上の方でもいいですよ。今ブルーダイヤプレゼンシャルになってる朝子さんとか62歳から始めたと言っていますので全然 OK ですけど、そして自然のものに興味があるか、で5番目はビジネスとか販売の経験があるか、で6番目社会的に影響力があるか、で7番目支えとなる伴侶がいるか、配偶者がいるかっていうものに沿って印をつけていきます。私がやった方法は、例えばその人の名前を書いて、あ、1番女性だな、 OK、 2番はなんとかだなとかってこう丸していきます。私は丸していきましたね。で、もう一つ、私はそのままノートに書いたんですけど、例えば、そのノートを書いて、もう一つの方法は付箋紙を使うっていうことですね。普通の紙の付箋紙だとちょっと剥がれちゃったりするので、フィルムの付箋紙だと何度でも貼れるし、結構しっかりと貼り付いてくれるので、例えば付箋紙にこういうふうに名前とその数字を書いて丸したやつを書いて、あ、この人は4つ以上だな、この人は3つ以下だな、でその中でもこの人の星の数っていうか丸の数は逆転してるけど、この人との方が関係は自分はいいかなとかっていうふうに整理することができるので、私はその
付箋を使うことはすごくおすすめしています。で、私が実際に去年それをこのリーダーさんの話を聞いて私もやってみました。で、とりあえず書き出すっていうことをとにかくやりました。それだけでも150ぐらい名前が出ました、うん、で、そのリーダーさんも毎回やるために100以上名前を出すって言ってたんですよね。プレジデンシャルになってもまだ名前を出し続けるってすごいなと思います。で、どうやるかって言ったら新しい旅先で知り合った人と住所交換してとかっていうことをやったりとか、積極的に新しい知り合いをまず増やしていくっていうので、どんどん名前をこのノートに書き出したりとかしているそうです、うん、で、私が実際に去年やって去年の12月に一人登録をしたんですよね。で、その人は一番上に書いてました、うん、で、その人にはドテラについて何年も前からシェアしていたんですけれども、一番最初に書き出してやった人が本当に登録したし、もう一人の人も登録をしたんですけど、同じ12月に。その人こそもう私がドテラをやり始めた頃からのすっごいお世話になってる方で、今日も来てたんですけど、うん、昨日か、うん、まあ、とにかくそれこそ12年ドテラ、私がドテラをやってドテラの話をして12年になる、やっと登録、やっと登録というかその人の時期もあったのでね。でも書き出して意識をすると引き寄せが起こったりとか、意外とその人が登録をしたりするので、書き出していくっていうのはとても大事な作業になるので、これは何度も何度もやり続けていただきたいなと思っています。少しでも皆さんの役に立ったと思ったらチャンネル登録、そして励みになるのでグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。